まず最初に嬉しいっていうのはもちろんそうですし、でまさか自分が受賞できるなんて思ってもいませんでしたので、すごく嬉しいっていう気持ちがありますと同時に、これからもっともっと頑張らなきゃいけないなっていうふうな思い、まあ、責任はあります。一本杉川島、まあ、一本杉って名前ですけど、その一本杉っていうのを銀座何々祇園何々っていうふうにしたいっていう思いを込めて、一本杉という名前を、いただいてます。ここ、まあ、こう自分のお店の構えてる一本杉通りですけども、もともと北前線で栄えた、通りストリートでございまして、この通りには、まあ、ろうそく屋さんがあって、昆布屋さんがあって、醤油屋さんがあって、花屋さんがあって、お茶屋さんがあって、文具屋さんがあって、何でもある通りなんですね。で僕もこの一本杉通り何でもある土地で、商売させていただいてまして、すごく、やりがいだとか、そういう楽しみだとか、いろんなことを感じながら今させていただいてます。やっぱりいろんなお店さんはありますけど、やっぱりこの通りに食、まあ、レストランっていうものができることで、いろんな人の流れっていうのがやっぱ生まれると思いますし、生まれるようにしていきたい。でその一本杉っていう名前ですけど、その自分だけで収益を上げるんじゃなくて、地域一体としていかに収益を上げるかっていうことをミッションの一つとして、やってます。まあ、自分の、祖父の、家がすぐ近所にありまして、ここの町っていうのは自分の遊び場だとか、散歩の道通りだったんですね。でその頃はまだ今よりは全然にぎわってまして、この食でその当時のにぎわいを取り戻すっていうふうにしたいなっていうのも思いがあって、この町で、店を構えました。まあ、その料理になろうと思ったきっかけっていうのは、まあ自分の父親が同じ、まあ、この和食の料理をしてたっていうのはあると思うんですけども、決してその父親に、料理になりなさいと言われたことっていうのは一度もなかったんですけども、気づいたら、同じこの世界に、入ってたっていうような感じです。こう自分が、使わせていただく前に高校の先輩が、使っておられまして、その方がちょうど出るよということでしたので、ぜひ使わせてほしいということで使わせてもらいました。建物自体も有形文化財ですから、なかなかそんな人生の中で有形文化財でお見せできるっていうチャンスはないですから、もう二つ返事で、使わせてほしいということでお願いしました。はい、バラ焼きですけど、まずバラ焼きする理由として美味しいっていうのが、まあこれもやる笑い焼きする理由の一つなんですけど、それと同時に能登の香りだとか田舎の香りっていうのも感じてもらいたいというふうな思いで、してます。であとまたこの七尾市の能登島というところに日本三大火祭りの一つ、高田の火祭りというのがありまして、それを彷彿するような火柱がある、料理ということで、うちでは笑い焼きを、定番で入れさせていただいております。まず料理で大事なこと、美味しいっていうこと絶対条件だと思うんですね。まあ、それが当たり前でもあると思いますし、その美味しいがあるからこそ、やっぱりその地域のことだとかこの町のこと興味関心を持ってくださると思うので、まずはその何を言ってもやっぱ美味しい作るっていうことが大事だと思います。でその中で、やっぱりこのレストランをする中で自分一人で決してしてるわけではなくて、やっぱり今回この受賞をいただいたのもやっぱり自分の力だけではなくて、この地域の方々で生産者の方々、たくさんの方に支えていただいた結果がこの受賞につながっていると思うんですけども、一皿ができるまでに自分だけじゃなくてたくさんの人の手が加わっていると思うんですね。でその人たちの思い情熱を、自分もそれ以上になるように一皿に込めて作ってます。まあ、何よりこんなはるばる七尾まで能登まで来てくださるお客様の期待に応えたいっていう思い一心で、日々精進しております。この料理名はまず沢のごぼうの七日炊きといいまして、七尾の郷土料理の一つになるんですけども、今絶滅しそうなお野菜ナンバーワンになります。昔は農家さん、この生産者の方が60軒ほどあったと聞いてますけど、今はもう10軒以下になってます。で高齢の方ばかり作られてましても絶滅しそうなお野菜ナンバーワンだと思います。でそれを僕はなくしちゃいけないお野菜だと
思いまして、美味しく皆さん召し上がっていただくようにと調理させていただいてます。そうですね、7日炊きと言いまして、7日がまあかけて、まあ名前の通り炊く、料理法なんですけども、このように大きくて繊維の、強いごぼうですから、その7日間炊くことでその繊維まで柔らかくして、食べてもらう料理になります。まあ、味付けとしては、まあ、あの甘辛く、炊いてます。でその、お砂糖で醤油で味噌で、私が炊いてます。醤油に関しては隣、自分のお店の隣にあります鳥居醤油店さんの醤油を使って、炊き上げてまして、まあ、この醤油を使うと何とも言えないまろやかな、味わいと風味の、お味になる、醤油でこだわって使ってます。この建物も文化財ですからね。一緒ですけど、すいません、お願いします。お願いします。何年か前、あのこちら来られる前から、はい、あの食べに行ったりしてました、はい、こっちはね、あの主婦の友達があのすぐに薄めて煮物とかできるようにっていうんで、脱出用も、醤油をベースに薄めて、機械導入してない醤油です。全国でも何件でしたっけ、こんな。あんまりないって。はい。すごく珍しい。手仕事。導入できなかった。そんなことできるんですけど、こだわってる。だから僕もやっぱりさっきも言ったようにこだわってるじゃないですか。こういうこだわりの醤油屋さんが隣にあるっていうのはすごくやっぱりあの心強いですよ。で、やっぱりそのさっきの僕の言ってる本質的なこともやっぱりすごく鳥居さんも本質的なのすごくこだわってらっしゃいますし。なんか私の醤油屋もちょっとワンステップ。逆支えてもらってます。鳥さんの醤油があるからうちを持ち上げていただいてるので、違う違う、はい、空に届きそうなんだ。そうですね、やっぱり嬉しいと思うのは何よりやっぱお客様に美味しい、楽しかったよ、また来るねっておっしゃっていただいた時にやっぱり一番嬉しいことです。全てがやっぱ報われる瞬間かなとやっぱ思いますし、この能登の食材っていうのはまだまだ埋もれたものだとか原石がたくさんあるんですけども、それを見つけて発掘して磨いて輝かした時ってやっぱりすごくやっぱり嬉しいですし、まあそれと同時使命でも、それが料理人の使命でもあると思います。自分が大事にしている言葉三拍子2つありまして、まず素直、謙虚、感謝。修行先の親方からいただいた言葉といいますか、親方が常々言っていた言葉でして、天狗になりやすい部分もあると思いますので、そういうふうになるのではなくて、常々に商売させていただく、生かしていただくっていうことは、やっぱ素直に謙虚に感謝できないといけませんよというような、見合いで言葉をいただいた言葉です。あともう一つの三拍子あります、ミッション、パッション、アクション。これもすごく大事にしている、言葉で、修行の時はそのミッション、パッション、アクションの意味っていうのは分かってるようで分かってなかったんですけど、この地域に来てからものすごく分かるようになっていることでして、まずミッション、この地域でやっている自分の意味、使命感を持つってこと、パッション、まあ、それをやるためには情熱がすごく必要です。でその情熱を持っているたくさん仲間が集まってきます。でそれを実際に、自分を決めた、アクション、行動を起こすっていうことがすごく、この地域でやってて、大事なことなんだなというふうに改めて思ってます。最初の頃とはやっぱ皆さんやっぱり反応は違いまして、やっぱりたくさん今は応援してくださる方が増えました。この地域の方、この1年2年とやっていく中でたくさんの仲間もできましたし、支えてくださる地域の方々もやっぱり増えてきてます。今使ってもらってるのは品物の名止まりというのを天然の使ってもらってるんですけども、本当に感じも喜んでると思いますよ。あんだけ本場を愛してやまない職人さん、本当に嬉しくて嬉しくて、何としてでもめっちゃ探してみせるぞとか。だからうちの昆布はお店に保管しなくても一番ここの白井さんのところで一番いい状態で保管してもらえるので、いい出汁が引けるんですよ。なるほど、確かに。近くにあるから使うっていうことだけじゃなくて、やっぱりこれが仮に遠かったとしても信頼できる方なので僕は昆布使ってたと思いますし、やっぱり出汁が美味しくないとやっぱり料理自体が美味しくならないので、で喉の食材いいいいよいいよってどんだけ言ってても、やっぱりそのベースとなるお出汁が良くないとその料理をより美味しくはできないですから、まあ、そういう意味で本当にうちを支えていただいている方ですね。本当に
分をこれだけ愛してやまない病人さんも珍しい。いや、いつもわがままばかりです。すみません。お客様は、ちょっとアホかと思われるかもしれないですけど、恋愛対象です。まあ、これも親方から教えいただいたことなんですけども、やっぱりお客様にこのお店を好きになってもらおうと思う時っていうのは、やっぱりまず自分が相手のことを好きになる、相手を好きになる、相手を知る、相手を知ることで相手の喜ぶことをしてあげたいっていうふうに思いなさいということなんですね。それでやっぱり相手の方がそういう気持ちになると、相手の方もお客様も自分のことを、このお店のことを好きになる、ファンになってくださるというふうに教えていただきまして、自分もお客様とは恋愛をするようなつもりで、しております。美味しいものを食べるとやっぱり笑顔、元気になれるものだと思うので、それを皆様に提供できる最高の僕は職業だと思ってます。僕は本当にでもただお客様に喜んでいただきたいという一心で日々過ごさせてもらってまして、そのわざわざ能登七尾まで来てくださるんですから、がっかりだけはしていただきたくないっていう思いで、日々過ごしております。はい、まあ、素直謙虚感謝ですね。ミッションアクションパクションパッションこの三拍子に尽きるような気がしますけど、でもやっぱりでもそうなるためにまず何よりやっぱり料理を好きになる、好きであることなのかもしれないですね。であとは、料理だけに限らず、いろんなことに興味関心を持つことで、あとはやっぱり人に対する感謝の気持ちっていうのは常々持って、過ごした方がいいのかなというふうに思いおります。まあ、夢って言ってもたくさん、まあ、いくつか夢やっぱあるんですけども、その一つの夢の中で、そのこの町を小さな世界都市にしたいっていう思いがやっぱありまして、そのこの七尾市という、まあ、小さな町だからこそ、いろんなことにもやっぱチャレンジできますし、その小さな世界都市っていうのはまさに目指せる町なのかなと思います。それを食っていう、自分がその担っていければな、食の部分を担っていければなっていうふうな思いで頑張っていきたいと思ってます。